ワクワクオークネハです。オクトパストラベラー続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ハーイットさんの第3章を始めたところですね。なんか石化に耐えれるアイテムを求めに森の奥に行くみたいですが、レオユ。ありがとう。女子たちの会話は可愛い。
戦いの準備はできているよ。さあ、どうする？あれさえあれば。ドラゴン、まさかここはドラゴンの巣なのか。師匠の話や伝承では聞いていたが、すさまじい威圧感だ。まさか私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。そういえば、話したか？クリフランド地方のドラゴン狩りの話。4回は聞いた。その度に長くなっていく。あ、そうだったか？話すたびに具体的に思い出すんだな。うん。私以外は多分信じない。師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。そうは言ってもな、本当に勝ったからな。いきなり何？やめ。そんなに嫌か？嫌ではないけど。まさかお前、抱えられるのが恥ずかしい。バカ。あれだ。覚えておけ、ハナイット。狩人ってのはいろいろな獲物と戦う。中には信じられないようなやつもいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも、自分だけは覚えておけ。ほら話だって鼻で笑われたっていい。それにな、ハイット。なんだ、師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。ホラ話みたいなすごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって、俺だけは信じてやるからさ。たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから、覚悟しろ、師匠。
やったか。ほう。大丈夫だ。ヘンルーダは手に入ったか。待っていてくれたのか。スサンナさんは案内を命じただけだぞ。待っていたのは俺の判断だ。悪いか。悪くはない。お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。その変なやつだ。おかしいよ。頼む。それで？え？そうさね。それがいい。ありがとう。そうだな。ハンイット様ですね。そうだが、聖火騎士か。
エリザ様からことづけを託されました。赤目の居場所を伝えよと。そうか、エリザが見つけ出してくれたか。はい、砂漠の町マルサリン、そこに赤目がいるとのことです。確かに受けたまわった。礼を言う。はっ。では私はこれにて。もう行くのかい。ああ、とても世話になった。いいんだよ、あんたと私の仲さ。孫みたいなもんだって言ったろ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね、もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。ん？わかったわかった、気をつけて行っておいで。おう。あ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。また次回をお楽しみにね。バイバイ。